実は、世界でも、6番目の広さを誇るのが、日本です。その防衛を担当するのが、海上自衛隊になります。今回は、海上自衛隊潜水艦に、VSL 搭載潜水艦建造計画を詳しく見ていきますね。通常動力型で、VSL 実装潜水艦は、果たして、どれくらいの大きな潜水艦になるのでしょうか。ワクワクします。本当に、潜水艦ヤマトが誕生するかも。太平洋戦争後、現在の日本の国土の面積は、およそ38万平方メートルで、世界で60番目と決して広くはないが、領海と排他的経済水域を合計した面積は、およそ447万平方メートルと世界でも6番目の広さを持つ有数の海洋国である。これらの広大な領海や排他的経済水域を守る役割を担っているのが、警察力としては海上保安庁であり、また軍事力としては海上自衛隊であり、共に今の日本の治安維持に必須の組織として、日々その任務を遂行している。ことに、近年は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面において、海洋進出を強める中国側からの圧力をいかに跳ね返すかが、海上保安庁や海上自衛隊の最も喫緊の課題となっており、各々が必要な装備を強化している。海上保安庁で言えば、尖閣諸島を管轄領域とする専従の警備体制を石垣島を拠点に設置して、日々繰り返し尖閣諸島の周辺海域への侵入を行う中国海峡局の船舶との対峙を余儀なくされているというのが実情である。一方の海上自衛隊はといえば、2022年12月16日に、新たな安全保障関連の3文書の改定と、その承認が内閣によって行われ、2023年度の防衛予算案から、これまでにない増額に着手、新たな装備の獲得と配備を盛り込んでいる。これらの一連の防衛予算の使途の中でも、最も注目を集めているのが、敵側の防空ミサイルの射程圏外からの攻撃を可能とする長射程兵器の保有であり、日本政府は、これらを、スタンドオフミサイルと呼んでいる。スタンドオフミサイルは、おおむね、1000km 以上の射程距離を持つことが基とされており、その長距離での対地攻撃が可能となることから、冷戦期以降は、敵基地攻撃能力と呼称されてきた、反中の兵器に該当する。この敵基地攻撃能力という、呼称自体が、多分に、攻撃的なニュアンスを含む語感があり、自衛隊の掲げる専守防衛という、理念と相入れない可能性等も考慮されて、日本政府は、反撃能力と、この呼び名を変えることで、コンセンサスを得ようと努めている。こうした努力は、政治的な意味合い以外には、何ら具体的な点で、影響を及ぼすことはないようにしか見えないのだが、戦後の日本の置かれた立場、自衛隊という、建前上、未だ、軍隊ではないという、点は重く押しかかっているのだろう。政治的な問題はひとまず置いておくとして、日本政府は、具体的な兵装として、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾など、スタンドオフミサイルと呼ぶ兵器の開発と配備を推進する構えである。その一環として、アメリカからは、同国海軍の水上戦闘艦や、攻撃型原子力潜水艦の主兵装である、トマホーク巡航ミサイルの調達も、視野に入れており、その分野の兵器の装備を本格化しようとしていることが伺える。そして、ついに、現状では、通常動力型の攻撃型しか保有していない潜水艦の分野においても、こうしたスタンドオフミサイルを VLS 垂直発射艦に搭載する実験艦を建造することが打ち出され、
新たな領域に進もうとしている。アメリカ海軍のロスアンゼルス級やバージニア級といった攻撃型の原子力潜水艦の多くは、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射艦を背面に装備する形式が標準的で、これにより、高い対地攻撃能力を備えている。これらのアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦は、搭載するトマホーク巡航ミサイルを、湾岸戦争以降の中東地域の戦場で実際に使用しており、この種のミサイルとしては、実戦で一定以上の成果を上げた貴重な兵装だと言えるだろう。今回の日本の防衛予算の増加の中において、こうしたトマホーク巡航ミサイルを一括でおよそ500発ほど調達することが打ち出されてからというもの、否定派からは、またしても、旧式の装備をアメリカから押し付けられているといった声が噴出している。こうした指摘は、トマホーク巡航ミサイルが1980年代に実用化されたことを捕まえて、さらに飛翔速度が亜音速である点から、まことしやかに語られているが、同ミサイルは、速度こそ変わらないとはいえ、絶えずアップデートされてきている。もし、仮に、こうした論者たちの言う通りに、トマホーク巡航ミサイルが、今現在では、有効な兵装ではないとするのならば、それは、すなわち、アメリカ海軍の水上戦闘艦や攻撃型原子力潜水艦に、有用性がないと述べていることと、ほぼ同義になるだろう。無論、今後は、アメリカ海軍の艦艇が装備する兵装も、より飛翔速度も向上されたものが、主流になっていくことは、必然だとは思えるが、現時点で、亜音速を理由に、トマホーク巡航ミサイルが、使い物にならないなどいう批判は、的外れとしか言いようがない。さてそんなトマホーク巡航ミサイルだが、海上自衛隊の VLS、垂直発射艦搭載の実験艦では、その搭載は否定されており、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型を潜水艦用に改めたものを実装する予定だと伝えられている。これは、あくまで実験艦にしか過ぎない潜水艦に対して、即戦力たる貴重なトマホーク巡航ミサイルを搭載することはしないという意思表示なのか、個人的には、非常に判断のつきづらい海上自衛隊側の動きにも感じられる。いずれにせ、予現在の通常動力型の攻撃型潜水艦の22隻体制という枠の外に、こうした VLS、垂直発射艦を装備したものが置かれるのか、一部の既存の潜水艦を置き換えるのかは、今後の続報を待つしかないのだろう。太平洋戦争後の海上自衛隊の装備の流れを振り返ってみると、今回防衛力整備計画と名称が変更された文書が、中期防衛力整備計画として打ち出された1977年度は、護衛艦約60隻、潜水艦16隻、航空機約220機であった。これが、現在では、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、航空機約190機となっており、護衛艦の数こそ一見少なくなっているようにも見えるが、一隻あたりは大型化しているため、戦力としては当然増強されている形だ。さらにかつては存在していなかった哨戒艦というカテゴリーの艦艇が追加されており、重兵装を施した水上戦闘艦の造成ではなく、情報収集や偵察任務等に小回りの利く新たな種類の艦艇を強化しようとしているのだろう。これら以外にも中止された陸上配備型のイージス・アショアが担う予定であったミサイル防衛の代替として、その発射機やレーダーシステム等を流用したイージスシステム搭載艦を2隻建造する計画も並行で実施される。
イージスシステム搭載艦は、ひとまず、2隻の建造という計画であり、陸上配備型のイージスアショアが、秋田県と山口県の2カ所に設置することで、日本列島全体前日、24時間体制でカバーしようとしていたことに、比すれば不足も憂慮される。そのためか護衛艦54隻という体制は、以前から変更はないものの、その中身は、イージス護衛艦が、今の8隻体制から10隻体制へと、2隻の増加が盛り込まれており、その造成分で、ミサイル防衛の任務を強化しようとしているのだろう。イージス護衛艦も、最新型のマヤ型を追加建造するのか、また、別の艦種として新造するのかにも、注目が集まるが、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の次世代艦も、未だ確定していないので、合わせて注視する必要がありそうだ。ここに来て、オーストラリアも、アメリカとイギリスとの間で、締結しオーカスに基づく、攻撃型原子力潜水艦の調達に関し、いよいよ、アメリカのバージニア級を、3隻プラスアルファで購入するのではないかとの公算が報じられている。日本の VLS、垂直発射艦を装備した、実験用潜水艦も、何機を装備するのかにもよるとはいえ、従来までの4000トン級の排水量では、心もとない艦も拭えず、オーストラリアの動きも、また影響を及ぼす可能性もあるではないだろうか。